はい、いつもご視聴ありがとうございます。サックス奏者黒田正幸です。今日ね、ちょっと東京の生徒さんからですね、このリードを吹いてみてくれませんかってね、送ってきたんですよ、1枚で。なんすかこれ、見たことないメーカーでね。で、まあ調べてみたんですけど、あんまりちょっと僕いいと思ってないメーカーさんが作ってるリードだったんですよ、まあ、そこの新商品で、まあちょっと吹いてみてっていうから送ってきたので、せっかくだからじゃあ動画にしようかなって思ったんですけど、ちょっと今まで出されてるね、その商品が僕はいいと思ってないので、もしかしたらちょっとこき下ろすことになっちゃいそうで、だからまだね、まだメーカー名言ってないの、おすすめで、まだちなみにまだ吹いてないんですよ。で、吹いてみて、あ、いいなと思ったらメーカー名言うので、そういうありかな、そういうのでね。送ってきたリード、まあ、特徴はね、ちょっとカットがなんか独自なんですよね。で、僕 YouTube するときにちょっと気をつけてるっていうか、そういうことがあって、なるべくこう、あれはダメだこれはダメだっていうね、これいいねは言うようにしてるんですけど、これ悪いねはあんまり言わないように気をつけてるんですよ。で、まあでも本当にこれはダメだって思ったやつは容赦なく言っちゃうんで、ただそうね、これ予防線張ってるのは多分あんま良くないだろうなって予感がしてるんですよ。なのでちょっと先に言っとこうと思って、で、あんまり、どうだろう、先入観あるとね良くないので、まあまあ死のうの言わずに吹きます。はい、いや、送られてきたのはテナーサックス用です。ちょっと持った感じ柔らかいんで、まあ僕が吹くにはちょっと柔らかすぎんじゃないかなとは思うんですけど、そこちょっと割り引いて、どうでしょうかね。感じがするので、今からちょっと調整かけてみようと思います。でね、まあまあ僕がいつも吹いてるリードは僕自身で調整かけてるんで、あ、音でかかったね、ごめん。で、いつも吹いてるリードは僕自身が調整をかけてるんで、このまま比べるのはフェアじゃないと思いますんで、今から調整します。調整しますけど、やり方は秘密なんで、今から編集でカットします。はい、というわけでですね、今1本っていうか、今1本しかないんだけど、調整しました。でね、調整してて思ったんですけど、一応ね、フレンチケーンだと思う。フレンチケーンって書いてあるんですけど、嘘じゃなくて本当にフレンチケーンじゃないかなとは思います。以前にね、ケーンじゃない部材でそのリードを作って販売した実績がある会社なんで、あんま信用してなかったんですよ。で、まあ
なんかフレンチって書いてあるけど本当かなって思ってたんですけど、多分ねフレンチ圏はフレンチ圏だと思う。じゃあ調整してみたので吹いてみます。ちょっと音量絞りますね。絞りすぎかな。通常の感覚でいうところの2半ぐらいで調整かけてみるとまあ使えるかな。うん、僕の場合はちょっと先端切らないとダメだと思うけど、あ、切ろうか、せっかくだからね。じゃあ切ります。でリードの切り方、以前動画で出させてもらってますけど、もう一回やりましょう、せっかくだからね。これマーカーのリードカッターで、リード外しますね。で、ちょっと相当切らんとあかんやろうからね。これちょっと、柔らかいわ。で、まあ、もうメーカー名言わないから、めちゃくちゃ言っていいかな。加工下手。作り方下手。悪いけど調整に時間がかかる。こんなん、こん。まあいいけど、あんまり言うとね、どこのか分かったら恨み買っちゃうんでね。また動画にバッドとかつけられても困るし。誰がつけてんの、あのバッド。なんとか吹いてみたって言って、下手だなと思ってバッド動画につけられたら、それはああまあまあ、下手だと思うよ、そりゃ。思うけど、ただね、いやゴンザレスのリードねいいんですよこれって言ったら、動画にその動画にバットついてたら、何それ、どこにそのバットつける要素あるわけ。それはもう僕のことがもう単に嫌いなんじゃないかと思って、ね、ちょっとへこむことも正直ありますね。で、ご紹介しようと思って忘れてました、やり直し。リードカッターね、これリードカッター、こうバンドがついてるの、これをバチンって外しますね。外したらこれネジ回すとここ移動するのよ、こうね、こうこれ、ね、一番後ろっていうかの伸びた状態まで伸ばします。でリードを上に置きます。で置いたら、まあ置いた時にこっちから見るのよね。で左右均等にまあ乗せられてますかねって。でこの時点だとねまだ微調整効くから手で持ってバンド締めるのよ。で固定されるっちゅっても、まあこんなたかたかこんなぐらいのバンドだから、こうちょっと動かしたら、こうリードのお尻をちょっと動かしたらにじにじってこう動くんよ。これで、ね、ぴったり先端もね、左右均等に先端合ってますかって、
先端の加工も下手だな、このメーカー。これはね、腕が悪い。ごめんね、めちゃくちゃ言って。もうどこのか言ってないからね。はい、こんな感じかな。で、ネジ回していきます、これ。ネジを回して、こっち向きにね、こうして、ネジを回していくと、初日の出のようにリードが出てくるね。あ、ちょっとだけずれたか、これ。加工が悪くてずれてんだか、なんだかわかんねえよ。で、今回めちゃくちゃ柔らかいと感じたので、ちょっと普通ではありえないぐらい多めに切ります。今からこんだけ切ろうと思うんだけど、あの普通の人はこんなに切っちゃダメですよ。これ切りすぎですからね。これで、このレバーあるでしょ、これ。ここにレバー、ここにレバーあるでしょ、これ。これを倒す。で、倒すといきますよ。パチンって立つで、外してやると、このように。ああ、まあ、ちょっとマシになったかな。じゃあね、これでね、拭いてみたいと思いますが、だからまあ、素材としては、そんなに悪いものは使ってないと思います。むしろ、まあまあ、いい方に入るんじゃないかな。もっといいメーカーあると思うけど、まあまあ、あのへんてこな剣じゃない。一応ちゃんとした剣だと思う。ただ加工は下手。はい、拭いてみます。はい、吹いてみました。で、まあ聞いてる分にはいい感じに聞こえてるかもしんないですけど、ちょっとね、時間かけて直さないとダメだわ。ね、バンプっていう場所ね。どうしたらいいかな。あんまりね、これ見せたらね、作った人にね、あ、これ俺のだって言われちゃうんで、俺のリードをこき下ろしやがってって言われるの困るんで、まあ見せんとこか。じゃあバンプの処理ね、違うリード、はい、他のリードだそう。これね、バンドレンの V16、 これあるでしょ、のこの辺、この辺の作り方が下手。これは下手だ。横から見てもな、まあ作った人には作った人の設計思想っていうのはあるかもしれんけど、来らないわ。もうちょっと直したろうかな。直したも一緒かもしれんけどな。ちょっとビデオ止めますね。はい、調整してみました。一応ね、まあ調整しきれてないんだけど、まあさっきより増しちゃうかな。どうなんやろね、これね。さっきも言ったけど、あまりね、こうよそのメーカーをこき下ろすことはしないように。っていうかね、あの YouTube でいろんな人がね、動画載せてる時代じゃないですか。見ててね、思うのは、けなすのやめようって思うのね。こうどこそこの買ってみた、これダメだねーこれとか言っていう動画あって、まあ見てる方が面白いかもしれないけど、まあそれどうかなって思うんですよね。いや、こういうのがいいよって言うんだったらいいと思うんですけどね。ネガティブな動画あんま作りたくなくて。拭いてみます。
ますかね、これね。直したらね、だいぶ良くなった。っていうか、だいぶ直した。で、まあ、言いたかないけど、あんまり、ね、あれだけど、まあ、作るのは下手です、この人は。もう、これは仕方ない。間違いのない事実です。で、素材自体は悪くない。むしろ、まあ、これだといいんじゃないですかって言えるぐらいの素材は使ってますんで、腕を磨いていただいたらいいんじゃないかなと思いますけど、ご本人にそのつもりがあるかと思いますかね。他の仕事も見てきましたけども、ちょっと手先の器用な人だとは思えないものを作ってきたので、ちょっとどうなのかなとは思います。で、ただ、これだけ言っときます。偽物じゃないです。これはね。他の商品は偽物ありました。その方の商品で。これ偽、まあ、偽物って言うとあれなんですけど、これ、剣じゃないじゃんっていうのはありました。これは剣だと思います。ね。しかも、まあまあいい剣だと思います。ただし、加工が下手です。っていうあれで、まあ、これはね、手直しするのに時間がかかるので、まあ、これちょっと買ってみたんですけど、これ調整してくれますかっていうのはね、これはね、お断りしようかな。ちょっと手間かかるね。普通の、なんちゅうですかね、加工で、なるようにはならん。で、まあでも、ご本人は、ちゃんとした設計思想は持ってると思うんですよ、きっと。わざわざこの形にしてるんだと思うんです、きっとね。だと思うんで、彼にとっては、すごいこの形はいいと思ってると思います。で、まあ、それがいいねと思う人は買ったりと思います。ただしうちで調整は受けません。これを僕の思う形に直すのはちょっと時間はまあまあちょっと普通のリードよりはかかります。なのでまあお受けしないことにしましょうね。やっぱりいまいちだなとは思います。まあまあまあ、それなりの手間をかければ使えるようになるということで、まあ世の中ね、そんなリードいっぱいあるんで、別に気にしないでください。やっぱりそれなりのリードメーカーはそれなりの細工はしてきます。ただそれでも足らないので私が直してます。で、あなたの作るリードはそれ以下だということにはなりますけども、僕のその何ですか、尺度、僕の観点からいくとリードの形はしてません。まあ音は出るけどね。なのでまあちょっともうちょっと頑張っていただければ嬉しいなとは思いますけど、まあまあ人のことなんでどうでもいいです。でですね、今日はこのなんだこれ、まあ、名前はもうね、いいこと言わなかったんで名前は言いません。いいなと思ったら名前言おうと思ったんですけど、もうかわいそうだから言いません。で、とあるメーカーの新作リード1本もらったので吹いてみたらいまいちだったので、直した。で、直してもちょっといまいちだったので、もう一回よくよく見たらちょっとこれはどうですかねっていう形をしてたので、そこを直したらまあまあ使えるようになりました。なのでまあまあ、もっともっと時間をかけて丁寧に直してやればもっとなるんだと思いますが、私の感想です。はい、ということで、残念賞を差し上げたいと思います。剣はいい剣だと思います。はい、というわけで今日の動画はこんな感じで、怒られないかどうか、いらないトラブルに発展しないかどうか大変、まあ、心配なんですけども、これをもって今日の動画とさせていただきたいと思います。というわけで今日はね、皆さん、ご覧の皆さんに対してね、これらのメッセージといたしましては、リードはもううちで買ってください。もう、ゴンザレス。もうこれでいいです。ね。オールマイティですよ、これ。ね。フレンチカットじゃないけど。で、今もうアルゼンチン原の、もうこれでもね、2007年ぐらいでしょ。2000年初頭ぐらいのね、むちゃくちゃいい剣使ってますんでね、こういうものを使っていただければいいんじゃないでしょうか。というわけでね、今日は、
まあ結局僕のリードの宣伝になっちゃった感じはするんですけど、こんな感じで締めたいと思います。というわけで、今日は、こんな感じの動画をお届けしました。ご視聴ありがとうございます。あんまり恨まないでください。正直に感想を述べただけです。はい、というわけで、また明日の動画もよろしくお願いします。すいません、ですね、先ほどですね、そのとあるメーカーの、リード、まあ加工はいまいちだけど、まあ素材はね、まあまあいいんじゃないですかねみたいな話をして締めくくったんですけど、重大な事実が発覚いたしました。実はですね、あのあとちょっとだけ吹いてたんですけど、途端にまあ鳴りが悪くなってですね、なんだろうこれと思って、まあ、見てみた。でちょっとリードね、こう曲げてやったんですよね。こうしなやかさが急に失われてて、これもしかしてもうダメになったかもしれないと思って、折ってみました。折ってみたところですね、綺麗に、あ、こっちか、スパーンと、でこういう風に折れてしまうっていうのはもう中身が、まあ、傷んでます。でまあ確かにそのまあ調整したらそれなりになるようになったんですけど、こういう折れ方をするリードはもう中の繊維がまあ生きてないので、まあちょっとその素材もいいと思ってたんですけど、耐久性がなさすぎるということでね、まあ1日って言ってもその1時間吹いてないですからね、私ね、ちょっとご紹介して、でちょっと調整して、でまた吹いてってやって、まあ大体1時間ぐらいですか、もうちょっとですかね、ぐらい吹いただけなんで、正直ちょっとおすすめしにくいかな。まあね、寿命がちょっと短すぎる。で、ちょっとね、まあ、吹く前に一個パキンって割ってみたら、まあ、その、吹いたから悪くなったのか、最初からこんなんなのか、で分かったと思うんですけど、ちょっともう吹いちゃったもんですから。で、まあ、途中からね、音はなんかいまいちだなと、さっきと違うなって思ってから、まあ、折ったんで、多分その時ぐらいから悪くなってきたんだと思うんですよ、きっとね、だとは思います。でこんな風にバチーンと、これもうね、寿命が来てるリードはこういう割れ方をしますね、まあ、折った時にね、自然にはこんな風になるから、さすがに。でもこう、あ、これなんかもう捨てようかなって言ってバチンと割った時にこういう風になるやつはもう寿命です、ね、なので、まあ、寿命がめちゃんこ早いのか最初から寿命だったのか定かではないですけど、ちょっと素材の面でもまあいいんじゃないですかとは言ったものの、まああんまり良くなかったかなという、ご報告でした。はい、というわけでまた明日の動画もよろしくお願いします。